ゴーク、お久しぶりです。だいぶ動画の期間が最近空いてしまってるんですけど、まあ、今回はタイトルにある通りウィナーズのトライアウトについてと、まあ、リベンジャーズの現状みたいなところをちょっとお話しできればなっていうふうに思うんですけど、久しぶりにちょっと本当にもうカメラ一人で回してるんで何喋っていいか分かんないっていう状況なんですけど、リベンジャーズのことから話そうかな。リベンジャーズはなんつったらいいんですかね、正直今は活動してません。結構やっぱ視聴者の方から、まあ、リベンジャーズどうなってるんですかとかいろいろ連絡もらうことが多いんで、まあ、話そうかなって思ったんですけど、今のところリベンジャーズの活動自体はないです。ないっていう状況で、で今後どうなっていくかも正直僕らもわからないっていうところなんですよ。でそんな時にウィナーズのトライアウトの話があってめちゃくちゃ僕自身迷って、 e フットボールのチャンネルで動画出てから2週間ぐらい迷ったんですよ。どうしようかなって思って、リベンジャーズもあるし僕自身もぶっちゃけ最後に出たリールズリーグがゴールデンウィークなんですけど、そっから全然動いてなくて、プラムワンも行ってないっていう状況なんで、まあ動けるかっていうのはいろいろ迷ったんですけど、まあやっぱり僕自身ウィナーズができてからかな、まあ動画でずっとウィナーズ入りたいって言ってて、流れっていうかちょっと一つのネタみたいな感じになってましたけど、ウィナーズに入りたいっていうのはほんまに本心で、そこに対しての強い熱い気持ちっていうのはほんまにあったんで、まあここでトライアウト受けなかったら後悔するかなというふうに思ったんで、今回挑戦することに決めました。トライアウト行きます。もうね、今が12月の15日なんですよ、今日。トライアウトがで、僕がトライアウト行くって決めたのが12月の12日、誕生日の日に決めて、連絡させてもらったんですけど、正直時間あんまないです。体をどんだけ戻せるか分かんないんですけど、まあ、やるべきことはやって、トライアウトでやっぱ恥ずかしい姿見せれないんで、しっかり調整して、やっていきたいなというふうに思ってます。ポジションもめっちゃ考えて、今まではずっと攻撃的なサイドハーフとかフォワードとかがやることが多かったんですけど、リベンジャーズに入ってからサイドバックかやるようになって、どうしようかなって思ったんですけど、ちょっと今回はまあある程度攻撃もできます守備もできますみたいなオールマイティなプレイヤーっていうのがまあ一つの売りにできるかなっていうのと、今回トライアウトでちょっと第一志望はサイドバックで頑張ってみようかなと思ってて、ロングキックの精度とかフィードとか体格のボールとかクロスとかっていうのは結構自信あるんで、あと対人の部分か、そこをちょっとアピールできればなっていうふうに思ってます。まあ投稿頻度が全然上げれてないっていうところについてもなんですけど、バーサス最近やってて、一つの自分自身の結構でかいチャレンジで、何やろ、うまくいかんことの方が多いですし、試行錯誤しながら頑張ってるんですけど、まあ今のところはちょっと再生とかもあんま伸びてなくて、けどやっぱフットゴルフ盛り上げたいし、バーサスっていうコンテンツも盛り上げたいしっていうので、まあやっぱより見てほしいっていうのもあるし、参加してほしいっていうのもあるんで、アップグレードして2024年は皆さんに楽しんでもらえたらなっていう風に思える、皆さんに楽しんでもらえるようにちょっと頑張るんで、 YouTube の投稿頻度も来年とかは週1とかのペースになるかもしれないんですけど、頑張ろうかなっていう風に思ったというか、ここ最近ほんまになんか悩んでたりした部分もあったんですけど、周りの方がいろいろ助けていただいたりとかして、もう一回頑張ろうかなっていう風に思ったんで、めちゃくちゃ期待してくださいとは言えないんですけど、まあ密かに応援していただければなっていうふうに思ってるんで、ウィナーズのトライアウト、まあ結果どうなるか分かんないですけど、
そこをちょっと頑張るっていうのと、フットゴルフ VS 頑張っていきたいというふうに思うんで、ちょっと引き続き、まあなんかちょっと見たいなって時にチャンネル見ていただければなというふうに思います。ちょっと久々にほんま一人で動画撮ったんですけど、今後ともよろしくお願いします。じゃあ皆さん、ウィナーズのトライアウトの動画いつ出るかわかんないんですけど、辻本亮頑張れとコメントしていただければ嬉しいんで、皆さんよろしくお願いします。